2018から2019シーズンの NBA は NBA の73回目のシーズンである。プレシーズンは2018年9月28日に始まり10月12日終了。レギュラーシーズンは2018年10月16日に始まり2019年4月10日に終了。NBA フリーエージェントの交渉は2018年7月1日より開始され、 7月6日から期限までに契約が交わされた。ドラフトでは、ディアンドレ・エイトンが、フェニックス・サンズから全体1位指名を受けた。他には、ルカ・ドンチッチ、トレイ・ヤング、コリン・セクストン、シェイ・ギルジアス・アレクサンダー、マイケル・ポーター・ジュニア、ディボンテ、グラハム、ゲイリー・トレント・ジュニアなどが指名を受けた。ドラフト外選手には、ケンドリック・ナンダがいる。オールスターには、エル・ドンチッチ。 ティー・ヤングの二人が選ばれている。プレシーズンは2018年9月28日に始まり10月12日終了。レギュラーシーズンは2018年10月16日に始まり2019年4月10日終了。DR イコールディビジョン順位、CR イコールカンファレンス順位、PCT イコール勝率 Z イコール全体でホームコートアドバンテージ。 X イコールカンファレンスでホームコートアドバンテージプレイオフは2019年4月13日に開幕。ディビジョン優勝フトジシリーズ勝利ホームコートアドバンテージ。ありがとうございます。